90超えた。あれ。それでは定刻を過ぎましたので、ただいまより復興大学災害ボランティアステーション主催シンポジウム、震災復興地域再生と学生ボランティアの役割を開催いたします。司会を務めさせていただきます本学経営学部の佐々木一子と申します。よろしくお願いします。震災復興地域再生と学生ボランティアの役割と題します、このシンポジウムに参加いたしまして、学長として一言ご挨拶申し上げます。学生個々人が被災地でのボランティア活動を行ってきました。この大学間連携災害ボランティアネットワークの活動は、各被災地からも本学への感謝ことについてですね、感謝の言葉を寄せられております。体験をすることができた、そのような話を、学生たちから直接私も聞いております。学生たちの成長が目に見えて分かることを大変学生として嬉しく思ったところであります。皆さんこんにちは、ご紹介いただきました復興副大臣の谷公一でございます。もう震災から1000日が過ぎました。本当にたくさんの方が亡くなられ、また今なお不明、避難されている方は約28万人、それ以上にあまりに大きな問題が、今回の東日本大震災からの復興というのは抱えていると思います。また継続的に活動された方が大変多いとお聞きしておりますし、ボランティア活動が必要になるご挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。山中先生は朝日新聞神戸支局次長の時に阪神淡路大震災に遭遇し、その後、災害に関わる委員会等の委員を歴任され、関西学院大学災害復興制度研究所の山中です。よろしくお願いいたします。朝日新聞神戸総局のデスクをやっていまして、まさかですね、こんな大きな地震が来るとは夢にも思っていなかったんですね。総理大臣は村山富市さん、この眉毛が白いとね、社会党から出られた方、この方がですね、災害からの再生再起はですね、自力再建だと、自助努力だというふうに国会答弁をされてですね、多分復興にとっての大きな、節目、潮時なんだと思っています。で、これはですね、知事がですね、東京の知事が市民運動の先頭に立つという非常に珍しい運動だと思うんですけれども、我々は常に分かりやすい形で全国、あるいは厚生の人たちにですね、町の国学生事業も釈放され、神戸市の仮設住宅が解消をされます。成立しているわけですけど、それを、自然災害は潰してしまうんですね。それがいろんな法律になったり条例になったり制度になったりしてこう来ているわけですね。ところがやっぱり問題はお金がないとどうにもならないという大きな問題があるわけです。それをどうやって工面するかということで、これですね、ブータン幸福指数ってやつですね。最近ブータンも、市場経済に侵されつつあるようなんですけども、その幸福、我々はその先ほども言ったようにこれ全部つながっているんだ。先ほど言ったように耐震だけではですね、解決しない町もあるわけです。山中先生どうもありがとうございました。改めまして山中先生に大きな拍手を持って、講演の、御礼と
吉商店さんは、気仙沼の老舗の、水産加工業の会社です。続きまして西吉商店さんでのインターン活動についてお話しさせていただきます。で、提案内容といたしましては、こういったスライドの、ようなものなんですけれども、私たちの提案のもとに、報道を見ても自分に縁もゆかりもない場所であって、また災害の規模や被害が大きすぎて身近な問題として捉えることができていませんでした。で、こういった今回のインターンの、発表の機会を学内のボランティアセンター主催の授業で継続的に、続けていけたらと思います。以上です。ありがとうございました。皆さんこんにちは。私たちは東北学院大学1年の阿部夏実と芳賀聡です。よろしくお願いいたします。シンポジウムやワークショップなどでの発表を行っております。メッセンジャープロジェクトの概要を詳しく図で説明させていただきます。とっても晴れていた日だったんですけど、とっても景色が綺麗な場所でした。我々もボランティア活動やメッセンジャープロジェクト活動として唐桑に入り、その美しさを実感しました。とにかくもう被災地ではないということ、被災地として扱ってもらいたくないということを聞きました。我々自身唐桑を被災地として見ていたところがあったので、考え方を改めるきっかけになりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。中塚遥と伊藤彩香です。今日は私たちが取り組んでいる子どもの日常再生活動について発表させていただきます。という考えのもとに行う活動です。同じ考えの学生たちが集まり、プロジェクトを展開することで可能性は大きく広がります。また東北学院大学、東北福祉大学とともに新しく取り組みを始めた岩沼南児童館子ども支援活動の2つについて発表させていただきます。私たちは小学校や幼稚園の子どもについて大学で学んでいます。このボランティアなら普段なら学んでいる知識やその彼での経験を生かせる、そう思って楽に駆け込みました。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。3名の報告が終わりましたので、討論会に移りたいと思います。仙台市市民活動サポートセンターセンター長の菊池佐藤と申します。よろしくお願いいたします。座ってお話しさせていただきます。さまざまな市民活動の拠点としてですね、市民活動に精通した相談員などもおりますので、もし何かございましたら、お越しいただければと思います。生活支援でいうと復興公営住宅の入居開始だったり、あとは産業支援だったり、実際になぜこのプロジェクトが生まれたのかとか、あとはその気仙沼で活動するようになった経緯の部分ですね、やはり東京からということで少しお話をお伺いしたいんですが、よろしいですか。はい、はい、とですね、私自身はですね、大学のボランティアセンターというところが、主催して、こういったプロジェクトを紹介していて、それを見つけて、参加させていただきました。そうですね、はい、一方的なボランティアということで、この唐桑町のボランティア活動は昨年からスタートしているはずなんですけど、まず一番最初の訪問の時に打ち合わせの際に、私たちが今大学で教育について学んでいるので、まず子どもの現地の子どもの様子を見て、でも私はですね、今大学4年生ということで、大学4年間で全くそのボランティアというものをやっていなかったんですけれども、お話だとちょっと難しいこともあると思うので、例えば個人として、小暮さんは今4年生だったりとか、もう大学卒業が間近に近づいている中で、例えば今関わっている地域とどんな関わりを持っていきたいとか、そういったことが一番簡単にできることなのではないのかなというふうにも思います。
できる限り今後もすごくボランティアに興味があるっていう風な学生さんだけじゃなくて。いいですか。はい、わかりました。そうですね、まずやっぱり被災した地域を忘れないっていうことが重要なのかと思います。いろんな場所で風化している、この辺で終わりとさせていただければと思います。よろしいですか。はい、皆さんご清聴ありがとうございました。まだまだ話は尽きないと思いますが、時間となりましたので、これで討論会の方終了させていただきます。皆様こんにちは。基調講演、学生フォーラムと続きまして、第3幕といいますか、市民フォーラムということで、お疲れもあろうかと思いますけれども、2時間弱の長丁場となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。初めにですね、私どもの方から、この転換期における生活支援と産業再生を題しました、市民フォーラム1のですね、趣旨について説明をさせていただきます。で、一方で、ボランティア、NPO は被災地からどんどん少なくなって離れているという状況があります。皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました、石巻で、福祉仮設住宅アガライン、運営を担当している橋本と申します。20分ほどお時間をいただきまして、今私たちが、石巻に取り組んでいると、その様子を皆さんに聞いていただきたい。石巻翔太郎の漫画館なんかがあって、市民の憩いの場でした。ここもその津波によって大きな被害を受けました。真ん中の写真もそうですが、うちや親戚のところに身を寄せて、この方が推定4万人、石巻の人口は15万1千と言われていますので、これは、19年目を迎えた阪神大震災、先ほどの4000人の新しい町も、ひょっとすると作り方によっては町全体は10年後、20年後には高齢化の町になる。橋本様、ありがとうございました。はい、皆さん、こんにちは。NPO 法人相馬原釜朝市クラブの押田和秀と申します。本日はよろしくお願いします。まず最初、この押田何者だっていう話になってくると思うんですけど、この冊子にですね、非常に仰々しいプロフィールを載せていただいて、19ページ目かな。山中茂樹さんよりもなんか立派なプロフィールみたいになっちゃってて非常に気まずいんですけど、で経済も全く動かないような状態だったので、まずは人を集めてドームにして一周なので、264回開催して現在も、継続中の活動になります。お店も戻ってきていますので、あまりそれをやっていても、地元の経済が決めてしまうということで、そのあたりはこういった活動だとかつながりが大事になっていくということで、今後も継続的に行っていけるかなと思っております。そして観光の側面から見ると、ダークツーリズムって宮城にも結構あると思うんですけど、被災地見学に来た人、情報発信について20世紀アーカイブセンターさんにつなげたいと思います。ご清聴ありがとうございました。佐藤久美と申します。今日与えられたテーマというのは、その被災地責任としての情報発信ということだったんですけれども、まず私たち NPO 法人20世紀アーカイブ仙台という団体のですね、ご紹介をまず簡単にさせていただいて、その写真や8ミリ映像にそれぞれ、いろんな思い出っていうのはたくさん個人個人それぞれの方々がたくさん思い出っていうのを持ってらっしゃるんですね。ちなみに今ご覧いただいている写真、これどこかってすぐお分かりになりますかね。これをですね、ここなんですね。青葉通りの、奥が仙台駅。それではですね、ディスカッション、パネルディスカッションの方に移りたいと思います。生活支援、そして産業再生、情報発信、そしてフィールドとしている地域もですね、宮城、福島、非常に、多様性があるといいますか、共通性がなかなか見出しにくい、テーマといいますか、そういう部分を設定してしまったのは私なんですけれども、まず1点目ですけれども、お三方からいただいたテーマというのはですね、あるいは被災地と被災地外であったり、場合によっては地域と大学というふうないくつかのパターン、側面があったように思います。はい、石巻で活動しているアガラインの橋本です。
今斉藤先生から挙げてられたテーマについても振り返ってみると、スライドでも報告しましたけども、和賀来って、施設なんですけれども、施設でスタートする前に実は食堂を始めてます。すごい参考になりますね。福島で非常に問題が多様化していて、土地によってもう隣町でも全然状況が違ったりするので、今回は相馬特有の話をさせていただきます。相馬ってですね、原発の30キロからギリギリ外れている、要するに、緊急時として今の段階では認定されていないような場所になります。地域の関わりという点でいくと、私たちはずっと、仙台、仙台市内、仙台に今いて活動しているところで一番大きな、課題というか、なるほど、そういうふうに見えるんだなと思っているのは、でもよく分かってもらえるんじゃないかなと思っているんです。そういった意味で自分ごとにしてもらいたいと思うんですが、おそらくですね、今までの報告、冒頭の報告、石巻であったり、あるいは相馬であったりという地域と関わってきたのか、あるいは佐藤様のケースであれば地元仙台というところが、この震災前後の活動を通してどのように見え方が変わってきたのか、そういうような側面も入ってこようかとは思うんですが、実際その意識で半年やって、よそ者じゃなきゃできない、先ほど申し上げたリソースをたくさん持ってきて、発想も、地元にはなかったマーケティングの、考え方を生産者にもワークショップだとか、そんなイノベーティブな発想につながるような動き方を意識した結果、私逆に言うと2年半いられたのかな、まさに実績明る仙台らしいというか、得意とするところのこの 3.11 ツアー、もう一度見てみよう 3.11 ツアーという定点観測を活用したものだったんですけども、質問の冒頭にですね、どなたに質問かということを明示していただければと思うんですが、いかがでしょうか。というのも、私はそのいわゆる作業 のボランティアというものを被災地後1ヶ月間くらい行ったんですけれども、ジレマの苦しさとか、そういった命に関する葛藤といったものを多く抱えているんだなというのを感じたんですけれども、それからまた2年そして3年経とうとしているときに、どういった心の内なのかというのが、同じぐらいの規模で関わったのかな、その中で、感じているのは本当に戦争の問題です。もう今、例えば、自分の住宅を建てる、こう目の前にそういう時期が来て、そのことに聞きたい、目を食らっちゃってる人もいれば、作業のボランティアがいらないというようなぐらいの発言をしましたけど、それはいらないわけじゃないです。そこでもちろん需要はあって必要だったんですけど、今後考えていく中にそういうところじゃない意識を持ってほしいなっていう意味です。誤解された方もいらっしゃると思うので、訂正しております。で、今の質問に対してなんですけど、やっぱり人と人っていう考え方でもう今はいいのかなって思います。航空大学の教育学の研究生のチェンジと申します。韓国から来た留学生です。一つだけ聞きたいんですけど、東の地域再生のために取り組んでいらっしゃって、その支援活動もすごく非常に重要だと思います。しかし個人的な考えですけど、そこに住んでいる住民の方々が主体的に地域再生のために積極的に取り組まなければというふうに、それが一番重要だと私個人的に思っていますけど、復興公営住宅の次の生活場所をどこに求めるかっていう、そのことがすごく大きくて、なんていうんだろう、活動を立ち上げきれない。本日はパネリストの皆様、また並びに会場にお集まりいただきました皆様、誠にありがとうございました。今一度登壇をしていただきました3人のパネリストの方々に盛大な拍手をいただければと思います。どうもありがとうございました。では、司会の佐々木先生の方をご紹介いたします。よろしくお願いします。以上をもちまして、復興大学災害ボランティアステーション主催シンポジウム、震災復興地域再生と学生ボランティアの役割第1日目のプログラムを終了とさせていただきます。会場の皆様も長時間にわたりご参加いただきありがとうございました。明日も9時15分から学生フォーラム、市民フォーラム、およびポッターセッションと盛りだくさんのプログラムが組まれております。明日もまた引き続き ご参加いただきますようお願い申し上げます。本日はご来場誠にありがとうございました。